あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。さあ、今夜も始まりましたオードブルの深夜に飯テロ、今夜も FM ギノワンから生放送でお送りいたします。お久しぶりです、オードブル松田健吾です。待たせたな、もこもこもとしです。お願いします。誰に言ってるんですか、待たせた。おい、社長出勤か、お前は。しし響く、響いてる。FM ギノワンが今FM ギノワンが今廃墟になってるんですけども。びっくりした、俺心霊スポットに入ってきたんかなと思った。俺も最初入った時、お疲れ様ですって入ったけど、キャンさんすら見えなくて。びっくりした、俺。俺、今日放送ないかな。放送当時は、終わってないの？終わってはない、終わってない。終わってはないんだ。終わってはないけど、放送はできる、ギリできるから、今週からは一応我々も放送。2週間なかったのは、そうっす。ここもダメだった。ここも使えなかった。機材だ、どうのだ、いろんなのあったんでしょう。ですけど、久しぶりっすね、なんだかんだね。え？うん。ほら、ちょっと映ってるじゃん。うん、後ろね。もう心霊スポットだよ。これ。この、この色味と。お前の靴誰かいるんかなと思って。ツイキャス見てる人しかわかんないですけど、これもう、ね、もう心霊スポットだよ、こんなの。いや、こっから生放送するってなかなかないじゃん。まあ、いい機会です、だから。まあ、ビースターはよく使わせてもらってますけど。我々はね、収録たまにしたりとかやりますんで、なんか使わせてもらいますけど。いや、もうびっくりだよ。そうね。このビースターで、収録するときって、我々あんまり広くないんで、ここもね。向かい合わせで座るじゃないですか。狭いなぁ。二人並びで座る。狭いっすね。狭いなぁ。狭いっすね。その上で横向いてますよ、僕だから。だから、で、俺もどっち座ろうか迷ったのよ。うん、でも、君の大きさがある分、うん、寄れるように俺この幅が。あ、逃げを作った、ね。逃げれる。そう、逃げを作ってこっちにいるんですけど。うん、いい判断だな、ね。まあ、久しぶりっすよ。はい、うん、いやいや。終わってないんだ。何ですか、回収。あ、今月いっぱいかかるみたいですよ。あ、そうなんですね、うん。お話聞きましたけど。はい、採取とかしてるんで、今。A スタとかも、もう何もなかったっすよ。さっきちょっと見せてもらいましたけども。あ、そうですか。ちょっと早く着いたんであれでしたけど。はい。いやいや、2週間ぶりですよ。2週間ぶり？そう、3週間ぶり。3週間ぶり。扱いは3週間ぶり。あ、3週間ぶりか。2週間なかったから。2週間なかったからね。違うのか。2週間ぶりっていうの、こういうのって。でも2週間ぶりっていうんだったら、だからね。2週間ぶりっていうのは1日にやっとかないといけないから、3週間ぶりで。3週間ぶりか。うん。扱いは。そうですね。難しいでしょ、難しいですよ、これね。2週空いたら3週間ぶりって、日本語の難しいやつね。そっから数えるからな。ああ、めんどくさいんだよな。うん、はい。まあ。久しぶりにね、お話しますから、1時間ぐらい。2週間あったわけだから、はい。面白い話の、うん。1つや2つね。2つはあるはずですよ。ですよ。ないんですよ、これが。どっちから行くか。いや、ないんですよ。プライベートあまり外に出ないのが本当何もなくてですね。お前に、いや、毎週やってたらそれはね、うん、その一週間であった話をしないといけないけど、うん、お前、いわば三週間あったわけだから、うん、面白い話もう、三倍はないといつもより。ねえ。あ、何もない。特になんもないわ。まあ、だって最後の放送したのが1月の 20? 1月の、まあ25。25に放送したでしょ、うん、はい。そっからまあ2月入ってなんだかんだって、うんうん、はい。その間にまずあったイベントって F ライブぐらいでしょ。まあ。我々で言うと。うんうんうん。その間、二人でお仕事することもそんななかったよね。何も仕事なかったもんね、俺なんかな。別に。まあ、集まることがなかったね。ラジオがないことによって。マジで俺、元さんに。マジで会ったの今週。初めてじゃない？今月は。昨日が。昨日が初めて。F ライブを抜いたら。そう。ぐらい。マイフライブの前のネタ合わせぐらいじゃない？ぐらいじゃない？ 3 回目ぐらいじゃない？うん、今月会うの3回目ぐらいだから全然会わないんですよ。会わないよな。まあ会う必要がないからね。まあね。まあバイト先で見かけるぐらいは多分やりますけど。まあ言い方あれだけど。同じバイト先で同じこうのブースにいるから、見かけるはあるけど喋ることもないじゃないですか。今日バイト休んでたね。はい、今日ちょっと休みいただきました。はい。はい、まあ、バイト先には、これも、バイト先の人が見てないこと祈るんですけど。わ、祈っとけ、お前は。だって、あれ、お前ダメだよ、あれ。仕方ないじゃん。ダメだよ、あれ。仕方ないじゃん。いや、大人っていろんな事情があるわけじゃないですか。い
や、それを俺にわざわざ報告しなくてもいいし。いや、なんか、いや、まぁちょっとほら、先週ちょっと風邪ひいてたじゃないですか。だからそれは別にそれはお前が上司に行って、うん、上司がこうなのって言われたら、うん、ああ、そうなんすねぐらいでしか解散し、俺も。あ、そうなんすかぐらいの。うん、どっちでもいいから。いや、じゃその後結局、うん、お前、じゃあ今日ラジオ大丈夫かみたいなとか来るわけじゃないですか。そのラジオまあまあまあ、うん。っていうのが来るから。いや、別にそれも、うん、今日はこうで休んでます、うん、で、ラジオは来ますでいいのに、うんうん、なんかね。そうそう。だから、やっぱ僕もあなたと同じ仲間だったということが、やっぱ、証明されて、久しぶりに。久しぶりにね。朝ですよ。今日の朝。なんなら、ちょっといつもより早いぐらいに出たんですよ。ちょっと余裕持って出れるわ、今日みたいな。はい、出て、バイクで向かってたら、まあ、バイク乗りながらだって、ヘは出るわけじゃないですか、人間だから。まあ、おならぐらいはね。なあ、で、おならだなと思って、パーってやったら、出てて。あれと思って。これは、何がですか？いや、もう身が。身が。木の実ってこと。そうそうそう。木の実？うん。俺の体から発生される身があるじゃないですか。うんち？あ、やば。うんちね。わざわざ人がオブラートに包んでるのに。うんちね、そう。うん、ちがもう漏れてまして。おー。バイクで。バイクで。あー。車だったらさ、お前の言うさ、ちょっと腰浮かせてさ、うん、こう、なんていうの、ズボンにこうつかないようにできるじゃん。できるよ。バイクなんだよ。あー、バイクも浮かせてる。いや、バイクも。バイクは、立ちこぎできって。バイクも、腰浮かしてやったらいいじゃん。お前。それやる気の問題だ、お前の。やる気じゃない、お前。無理だよ。いや、運転も基本ダメよ。まあ、立ちはね。まあ、立てないけど、まず運転。そう、立てないし。若干、ほんと若干よ。浮かせようと思ったの。うん、浮かせられない。ほんと若干よ、うん。浮かせられないのよ。あーって思って。あー。どうしようと。はい。で、もちろんのこと、着替えなんて持ってないわけじゃないですか。まあ、だからね、俺はもう持ってるんですよ。お前は車に、その衣装を放置してるか、うん。常備、いや、違う、常備してます。あ、常備して、今もうそれを常備してるんだ。お前、常備してます。何かあったことで、これはもう。でももう、いかんせん僕、スクーターなんで、その中に何も入らないわけですよ。はい。ヘルメットぐらいしか入らないんですよ。ね。で、またどうするかと。うん。これ、一旦、その、おコンビニによって、ふきふきして、一旦ね。パンツ買って、履き替えて、いけるかと、思ったんですけど、体感、これ完全にズボンまでしゅんどると。ええ。いっとるなと。もりっとしたやつじゃないですよ。その固形じゃないんですよ。その、風邪ひいてて薬飲んでるからさ、ちょっと下し気味なのよ。ああ。液状なの。液状化現象起きてる。もうお風呂入らんといけないやつね。そう。これは、無理だと。もう無理。あれなんでなんですかね、漏れたと、もうごめんなさいね、うん、本当にね。こう経験ない人は分かんないと思うんですけど、うん、漏れた時って、うん、吹いても吹いても落ちないんですよ。そう。なんでか知らないんですけど、うん、漏れた時って、うん、大変なことになってるんですよ。そう。皆さん、漏らしたことない人分からないかもしれないけど、漏らしたら、俺も久しぶりだって。漏らしたら、ケツ全部についてるからよ、イメージ。そう。なんか知らんけど、そんなはずないんだよ。うん、そんなはずないんだけど、いや、でもあれ全部いっとると。これ、僕のお尻の歯は全部いってると。あ、ね、あ、これは、もう無理だ。ごまかしても入れない。じゃあ、一回お家帰って、お風呂入って、出勤、ちょっと遅れます、すいません、つって出勤する、この労力考えたときに、もう行きたくないって思っちゃって、ね、今年32の大人が、うんち漏らしたんで、遅れますの方が嫌だと思って。俺は言うけどね、もう、理由は今聞かないでくださいと。ちゃんとお話しするので、ちょっと待ってください。いやだ、俺はそういう子じゃないもん。なるほど、うん。そういう子じゃないんだよ。俺だって、その、バイト先ではどちらかというと寡黙な方なんだから、俺は。どちらかというとね。な、本当に、今日、まあ多分聞いてる人もいますよ、バイト先の。いや、ワンチャンね。の中でも、はい、最上位の人ではないので、はい。今度お願いしといた方がいい。本当に。最上位の人には言わないでって。まあ、言うべき。中堅か、ナンバー、最上位より下ぐらいの方たちなので。本当、本当に万が一聞いてるのであれば、申し訳ございませんでした。でちゃんと言わないでって言ってもらった。言わないでください。で、ちゃんと僕、他の日出ます。ちゃんと出ますの、それは。もう、別で。それは、穴埋めはしますので。そんなこと言ったら、うん、そんなこと言ったら俺も今日あれだよ。何？漏らした？漏らしてはないけど、うん。今日暑かったさ、めちゃくちゃ。暑かったね、今日なんか天気の。俺さ、マジ一回家帰って風呂入ってさ、あれ、ある程度ね、綺麗にした後、ドライブ行こうかなと思ったもん。ありえんぐらい。お
北部行ったやろうかと思って。気がカンカンしてたさ。うん。今日気持ちよかったね。死にカンカンしてたさ。うん。いい天気でしたよ。あの、車で向かってたんですけど、うんまあ、全然間に合うなと思いながら向かってて、うんうんうん、カンカンしてるんで、うん、ちょっと暑いとずっと思ってたけど、まあまあ、ずっと、うん暑い。ちょっと体調もなんか、うん、暑さに奪われてるイメージ。まあまあ、体力がね。うん、体力をね。うん、超ちょっと暑いなと思いながら。暑いなと思うな、それは。でももうしっかり半袖出たんですけど、はい、暑さむと思って。うん、で、僕はあの今、バイト先の契約駐車場を借りてるんで、はいはい、若干ちょっと遠いところ。ちょっと歩くんだよね。5分ぐらい。5分ぐらい。歩くところに一回止めて、うん、だからそれがですよ、うん、意外とちょっと後半混んでしまって、はい、9時56分到着なんですよ。うわぁ。まあ、じゃあ走りゃ間に合うんですよ、余裕で。はい、走りゃ2分で着くんで。うん、走ったら2分で着くんで。2分で着くんで走ったら。僕のダッシュで2分なんであれ。あ、そうなんですね。まあ、もうしょうがないところはもう、うん、ね。55分だったら、ちょっと早歩きでいいぐらい。はいはい、52、3分だったらもうゆっくり、向かっても全然10時には間に合うって感じなんですけど、うんはいはい、でもちょっと走らんといけんなっつって、うん、もう猛ダッシュですよ。はい、でもなんとか間に合って。うん、で、やっぱりダッシュしたことによって、うん、なお体力も奪われ、はい、プラス暑さで、はい、調子も良くなかったんで、はい、ちょっと厳しいなと、体力なんかもう、ついた時点で。うん、遅刻はしてないんですけど。うんもうよろしくないな、つって、うん。で、僕今、研修を受けてる段階で、はい、ちょっと別、なんかいろいろ研修とかがあってね。うんうん、で、研修の中で、うん、僕らコールセンターで働いてるんですけど、うん、お客さんと電話をするんではなくて、うんまあ、その研修段階なんで、はい、その練習をする。はいはいはい。そのオペレーター同士で練習をするみたいな、ねはいはい。同じように研修受けてる人と、こう、シミュレーションで練習するみたいなね。の日なんですよ、今日。はいはいはい。ちょいと、うん、その上司に、うん、ちょいと良くないと。ちょっと難しいですと、うん。午前中一旦聞くだけでいいですかって。人の聞いた時いいですかって。うん、ああ、全然いいよと。うん、あすいません、つって、うん。聞いてるんですけど、やっぱ、うん、その上司が見る上でも、うん、こいつはちょっともう聞く力もないぞと今。体調が悪そうですよ。もう、なあ、僕わかんないんですよ、もう。うん、結構もうぐったりしてて。うん、これちょっと良くないんじゃないどうするみたいな、うん。帰ったらみたいなもん。もう、今日は。一応その、しんどいんだったら。そう、客前に出るわけじゃないから。うん、別に。最悪。困らないよ、みたいな。最悪、みたいな、うんうん。だったらもう帰ったら今日は、みたいな、うん。どうするかと、一旦飯まで我慢して、うん、もうちょいで飯、1時間待っても飯時間だったんですけど、うんうん、で、飯食ってもどうかと。うん、ちょっと、終わんないっすね、みたいな、もう、うん、ぐらいぐったり来てて、うんうん。今日もずっとそうなのよ、だから、はい、休んではいるんだけど、うんうん、結構、うん。今はね、もう今、オフのスイッチさっき入れてきたんで。オフのスイッチ入れてきた？あ、オンのスイッチ入れてきたんで。はい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 、しっかり今喋ってますよ、うん。結構今日一日ぐったりはしてるんですけど、うん、まあ、その、ぐったりしてる状態で、うん、もうじゃあ帰ろうと。もう、うん、もう帰っちゃいなと。うん、でも一応念のため、うん、体温測っとくっつって。ああ、熱だけ。念にはね、念を入れて。うん、まあ、ライブも近いんで、うん、これで熱出てて、うん、もう高熱とかね、39度とか、はいはい、結果なんか上がりに上がって、うん、病院行くとか、ちょっとやっぱ面倒だけども、うん、やっぱ受けんといけんからね、こんなのは。うん、だからちょっと体温測りましょうっつって、うん、測って、ピピピピって開いたら、36.3 って言われた。スーパー平熱。スーパー平熱。お前、仮病だろ、と。いや、違う、本当に。マジっと。マジっと。仮病だら。うん。仮病って、その時12時半とかだっけよ。うん。10時出勤の。2時間半しかいないって言われる。仮病なら。こないだ時点で仮病つけろ、俺。仮病ならよ。読みたんから。那覇まで来て。仮病を2時間半で俺は使わんと。だったらもう、朝の時点ですいません、頭痛いですとか、適当言うよ と、うん。もうなんか、お母さんが死にましたとか、適当言うよと、ほら。雑な嘘。お母さんが死にました。当分来いよや。お母さんでも。もう、朝の時点で。ケビを使うと。ケビを使うんだったら。どうしてもサボりたいなら。やるよと。生きて、うん、たった2時間半で、僕もきついんで帰りますわ。だったらもう、来ないと、来ないとから。そんなアホなことはしないと。ちょっと来たぞ、俺。遅刻もせず。そんな奴が2時間できついと帰るなら、本当だよと、それはもう。で、帰りました、今日。あ、そうなんですか。右 36.5 の左 36.3 でした。あ、左右差あるんですか。右やって、36.5 で、嘘つけ。いや、じゃあ、すごい不利だな、みたいな話になって、左は、もっと、やばいっすよ、つって。36.3 で、ちゃんと下回ってきました。ちゃんと振って振って。うん、振ってちゃんと下回ったんでよかったと思ってます。よくないだろ、別に。結果、だから2週間、3週間ぶりにラジオやって、2人ともいろんな意味でクソだなっていうことが。いや、仮病じゃないよ。本当に使ったもん。うん。マジで6時ぐらいまでなんか、
寝込んでたよ、もう。一応。寝込んでたって言い方もあります。はいはい。6時、夕方6時ぐらいまでぐったりしましたよ、うん、本当に。そうなんですね。6時前ぐらいにやっと、あ、飯食える、うん。もう腹も減ってだから。腹は減るんすよ。うん、こういう時に。うん。でも一応食ったけど、ちゃんとね。がっつり食ったけど。いいじゃないですか。あ、まあまあまあ。いやいやいや。しょうがないっすね。はい。久しぶりにやったと思ったら。3週間分の話は終了しました、ここ。ね。3週間分の話、今日だけだったな。今日だけしか起こらって。あ、でもそんなこと言ったら、だからあの、この、普段ね、うん、あの、木曜日に、うん、麻雀の、その、協会の練習会があるんですよ。うん、あ、僕らよくラジオがあるんで お休みしますけど、いいね、僕は行ってたんですよ。選手。とかも、うん、できるだけ行ってたんですよ。うんうん、最近顔出すようにしてて。うん、とか、まあ、麻雀打ったりとかで、うん、なんていうかな。まあ、夜帰るのが多いわけじゃないですか。うん、で、あれっすよ。僕、うん、YouTube とか普通に車の、どっか止めてね、タバコ吸いながら、うん、見る。見たりするのが好きなんで、うん、とか、麻雀打ったりするのが好きなんで。うん、で、そのままにしちゃうときってあるんですよ。音量を。あ、基本的に、アプリによって音量が違うからな。基本的に、ミュージックの時は15なんですよ、うん、ボリューム15。あなたの車の、ね、大体、うん。がもうちょうどいい。ちょうどいいか。ちょうどいい。あ、僕の車です。あなたがちょうどいいんでしょ。そうそうそう。うん、でも15ぐらいが。だってあなたの車めちゃくちゃ音漏れしてるんです。15ぐらいが。俺外人のウーハー積んだやつ の来たんかなと思ったらお前の悪なんだけど。ドンドンドン。15がベストなんですよ。お前はな。俺はね。うん。で、YouTube とかは20とか25の間。でも YouTube 結構素人が作ってるから、はい、バラバラなんで、音が。まあ、動画によって違う。で、だいたい TVer とか、うん、普通のテレビ番組はもうみんな綺麗に作ってるんで、まあね、合うようになってるんで、うん、でもそれがだいたい30とか。うん、まあ、ものによっちゃ一応なんか、そういうドラマ系とかだったらもうちょい上げないといけないと思うんだけど、35とかね、はい。ボリューム40がマックスなんですけど、はい、あんま40までいかないんですけど、35とかでね。うんうん、手の忘れてって、うん。見たの忘れててね。ああ、わかるよ。俺も車の時それあったよ。で、わかる、うん、帰ろうっつって。うん。わかるわ。で、曲聴きながらね。うん、僕今もう単独ライブに向けて、はい。いろんな曲を、はいはい。リストアップしながら、はい。僕、これが今思考なんで。ああ、なんだそうですね。ライブ前の、自分が演出の時は、うん。まあ、自分でね、その曲をいろいろ集めたりするんで。うん、で、車エンジンかけながら、もう曲も聴いてたんですよ。で、今回の単独で、うん。まあ、どんな、ネタかはあれですけど、一応ファッションモンスターを使う予定じゃないですか。はい、はい、はい。キャリーパムパムの、はい、ファッションモンスターをね、うん。35にしてるのを忘れてて、うん。15なんですよ。だから、ミュージックの基本値は。あなたのね。だからこれ20上がってるわけよ。倍以上なんですよ。そうですね。倍以上で、はい、ギャイン、ギーンって言ったら、うん、ああ、で、ファッション、で、って言いながら、この耳に当てながら。ながらさあ、ちょっとしたら、ブルートゥースが起動するわけだから。バッションボーンってこんな、茶飯、日常茶飯事でしたよ、僕は。ってのが、もう、大、もう、爆発が起きてる。わかるわかるわかる。あるあるある。全然。こういう時って、全然ある。うん、人間って、テンパるわけじゃないですか。テンパる。うん、テンパる。はあってなるわけじゃん。そうそうそう。で、これって、もう曲止めるか、うん、音下げるか、そう。もう、エンジン切るかとかじゃないですか。うん。やっぱこう、テンパったら良くないね。あ、そう。もう、テンパってしまって。うん、どうしたらいいと。うん、いや、下げれよ。いや、そうなんだけど、うん、どうしたらいいんだったわけ、うん。これはどうするべきだと。うん、もう、近隣もあると。うん、住宅街だと。わかるよ。やめてくれと、うん。僕が出た手が、ブルートゥースを解除するっていう。何その一番手間のかかる一番で、ブルートゥース開いて。うん、しかも、スマホ側もやればいいのに。バンキンナビ側の。15秒がかかりました。その後、その間、爆音のファッションモンスター。ファッションモンスターうらやし。ダメっすよ、これ。いや、僕も。テンパったらダメなんだなって思う、ね。テンパったらまあダメですよね、人間ね。だこういう音系のテンパりって、やっぱ、怖いですよね。だから、他で言うと、うん、僕のツイッター、まあ、旧ツイッターですよ、X。はい、もう、AV がいっぱい流れてくるんですよ。はい。僕のツイッターに、ね。はい。ブックマークしすぎて。はい。ブックマークのしすぎて。はいはい。AV がいっぱい流れてくるんですよ、はい、ツイッター上に。うん。で、それで毎日、休憩時間とか、うん、日中はツイッター見るついで流れてくるから。うん。ブックマークして。これはいいなって思ったらブックマークして、はい、夜に持ち越すっていう、はい、ルーティンがあるんですけど。キモいルーティンやってんな。まあいいわ。で、これを、ほんと気をつけようとしてるのは、はい、流さないようにしようと。
車の中でも、外でも、当たり前ですけど。そうっすよ。当たり前ですかね、はい。流さないようにしようと、はい。っていうのを気をつけてるんですよ。だから真ん中をタッチしないようにしようと。うん、もう、ギリのギリで、スクロールしてるんですけど。わかるよ。バイト先の、階段があるじゃないですか。はい。エレベーターとかね、なんか長い時、混むときは、階段で。階段だ4階なんで、はい、ワンチャン、さほど降りるぐらいだったら。降りるぐらいいいかな、ぐらいの。うん、3階に差し掛かったぐらいの時も、うん、ね、なんかチェックしながら、うん、あれしたら、いたんだよ。あれ非常用意。あれね、あれね、真ん中じゃなくてね、うん、最近のね、もう、まあ、結構長いっすけど、はい、開かなくても音量流せるじゃないですか、今。音量ボタンは右下にあるんで。ある。あれを間違ってタッチしてしまって、はい、みなもちゃんが入り出したの。バイト先の階段で、みなもちゃんが。って、ビルの階段って響くじゃん。びっくりした、あれ。うん、ふぅーってなって、8階とかの人、なんかしたら AV 見てるもう、俺の目視では、いなかったよ。近くに人いないと。うん。わかるけど。ちょうどタバコ休憩に向かうとちゃったから、うん、全員が移動するタイミングだな、今日。うん。昼休憩時間とかって終わったよ。人が多くこう、空いてる時間だ、ね。休憩だから、別にね、おのおののタイミングもあるから。3階で、みなもちゃんの ID 声が響いてしまって、うん、屋上まで。あれ俺すぐ3階に逃げたもん。とりあえず、一旦3階に逃げた。行った。なんだお前。すぐ消した。まあまあそうだけどな。びっくりしたね。びっくりするな、あれな。あれ、音系、皆さん気をつけてくださいもん。さ、別に、エッチなやつじゃなくてもさ、それこそ、その、バイト先の、喫煙所も、スマホ触ってんの。うんうん、たまにさ、開くつもりのない、この、インスタとか見てても、うん、その音量触っちゃってて。俺、車のやつとか流れてくるの、うん、爆音でエンジンがブーンみたいな。いや、そんなにいいさ、そんなにでもめっちゃ注目集めるし。みなもちゃんだ、お前。みなもちゃんがあえぐんだよ。お前、違うさ、まだ人いないさ。いや、いるよ、どうせ。じゃあ、その、まあ、見られたのよ、うん、でも、この、喫煙所で、まあまあ、この静かな中、みんな、タバコ吸ってるじゃないですか。うん、でみんな、黙々とスマホ触ってんの、うんうん、あの中で、急になんか、このいろんな、急に音パッて出したら、なんか、みんな、わって見られる、あの瞬間、なんかもう。まあまあ、わかるよ。あれ、一番嫌だよ。俺、喫煙所では、ツイッター見ないようにしよ。あ、いやだ。みなもちゃんが出てくる可能性あるから、急に。ツイッターじゃなくてもさ。急にね。あ、そう、中地のね。なんすか。ひふみさんから、中地のわらばの名前がひふみになりそう。あ、そうなんですね。そうなんだ。キースと話違いますね。違いますね。クリムゾンって聞いてたんですけど。あ、嘘クリムゾン中地クリムゾン、ユージローって聞いてた。そうなの俺が聞いた話では、本に、歌って書いて、元氏になるって。ゴンベニテラね。うん、ゴンベニテラで。中地元氏になるよって言って聞いた。襲名制なんで。うん。襲名制で行ってるんで、元氏は。そう。で、そうね、中地のね、まあ、もう中地半々話したと思うんですけど、中地が母ちゃん、こう生まれまして、みんなおめでたいねって話をしてたんですけど。中地の子供は、だから落ち着いたら、なんか、抱っことかさせてね、みたいな話とかもしてたんですけど。はい、中地本人は、抱かしたいと言ってるんですよ、一応俺には。抱っこさせたい。わかんない。ラジオとかでどう言ってるかわかんないですよ。うん、別に本人はでも裏で。わかんないよ。ごめんね、中地のイメージをちょっと、うん、まあ、どっちもいいんだけど。うん、ラジオ上とかでは元さんになんてみたいなこと言ってるかもしれないけど、うんうんうん、一応差し出なすときは、一応、うん、全然いいような感じなんですよ。まあ、嫁の、うん、Rちゃんが、うん、断固拒否をしてるとか。まあそうですよね。我が子を。あいつ断固拒否してるって。いや、そうですよ。だって我が子だって、あんな、お腹を痛めて。もう、だって、その、知らんちょでもないさ。いや、もう知らんちょで、知らんちょじゃないさ。知ってるからこそ。中地の嫁は知ってるよ、俺は。知ってるがゆえにですよ、だから、逆に。中地の嫁、知らんちょだったら、うん、さすがにズーズーしかいけんけど。いや、知らんちょだったら、そう、あれけど一回飲んだこともあるし、うん、普通にライブとかでも会うから、うん、いや、だから、お互い知り合ってるわけですよ。もう知ってるがゆえにさ、いや。知ってるがゆえに。あいつが今、断固拒否してる。そりゃそうですよ。おかしな話で。そりゃそうですよ。だって、秋のりさんはシンプルに拒否されてますよ。うん、だから、そうですよ。うん、秋のりさんも拒否するし。どうする？俺も拒否するよ、でも、万が一。なんでよ、や。嫌だっていう。なんで？なんか、持ったら溶けていなくなるし。いや、免疫作って。違う。免疫がつこう。お前、免疫つく前に。免疫つく前に。これよりマシで、これより。左腕のやつ。BCG。BCG ぞ。BCG よりマシで、お前、これ。違う。もっと効力高い、俺は。待って。BCG 打つ前に俺抱かせるって。いや、だから、うん、溶けなくなるの。楽ならんってば。違う、お前、BCG は打って後が残るだけだよ。でも、お前、お腹痛めて産んだ子が目の前で溶けてなくない瞬間。溶けないってば。硫酸と一緒だ、お前。
赤ちゃんが、赤ちゃんが、あ、もうターミネーターみたいに手上げながら、大丈夫?RB マックスしながら溶けてたら嫌だろ、お前。嫌だよ、そりゃ。あいつかも、中地に。いやいやいや、かわいそう。まあ、あの、中地の子の名前も聞いたし。うん。聞いた?なんかこれになりそうみたいなのは僕も聞きましたよ。あ、確定が。あ、確定した?確定した?あ、そっちにした。あっち?もともと聞いてたよ。あ、そっちから。うん。はいはい。うん、クリムゾン。クリムゾン、はい、中地クリムゾン。ああ、ゆうじろう漢字でね。漢字でクリムゾン。クリムゾンで。当て字で。当て字で。はい、中地クリムゾン。中地クリムゾン。クリムゾン、ゆうじろう。だということなんで。はい、で、子供がゆうじろうだった場合、うん、孫が強制的にバキになるらしい。そう、ごめん、俺バキのそのシステム知らんから。だからバキのハンマーゆうじろうがいるじゃないですか。うん、お父さんがゆうじろうだから。あ、なるほどね。で、おじいがゆういちろう。おじいがゆういちろうらしいんですよ。あ、そうなんですね。そう、まあ、設定上、ね。なんで急にバキ、ゆうさぶろうにならなかった、うん、そこから急に、うん、息子がバキなんで、中地の孫は強制的に、ゆうじろうの場合、もうバキ、中地クリムゾン、中地グラップラーバキになる。なるほどね。予定なんで。コーラ3抜き飲まんといけないと。そう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 。なるほど、ね。バキになります。バキになる、はい。皆さん、コンティニューコインをぜひ。あ、ぜひお願いします。はい、あと2枚かな。あ、3枚か。そっか、はい。お願いします。いや、はい、そうですよ。中地くんが、お父さん。結婚なんて、する気配も一切ない。あともういないんじゃない?その、まあ、これね、事務所とかでもちょくちょくなりましたけど。あ、そうなの?もう次誰?みたいな。長らくいないんじゃない?だからいないんじゃない?って言って。長らく。だって、若手としては、うん、まあ、まあ、結婚してない人。してない人。うん、まあ、とりあえず下から行くか。女性抜きでいいよね。女性陣抜きだとして。俺とお前と、デコボコもそうでしょ。で、森光兄さんでしょ。うん、で、次が次はもう、ぐらいよ。具志堅正志。具志堅正志。ぐらいか。他いない。と赤花青年会か。若手じゃないだろ。大ベテランじゃん、お前。赤花さんの会社面白かったっすね。これ話したかな、グループラインで、中地が結構、まあ、生まれましたと。僕らはちょっと早めにね。僕たちはちょっと早めに。夜中の時点で聞いたんですよ。はい。一応ね、全員には夜中に送るのちょっとあれなので、次の日改めて、昨日生まれました。したっていう。と見て、その若花さんからの会、うん、みんながおめでとうみたいなのあるわけじゃないですか。うん、赤花青年会っていうね、すごいベテランのもう。いくつですか赤花さん。赤花さんいくつだ ?50 も半ばの。サイボーグとどんどんなってる。しすぎて。はい。どんどんサイボーグになってる赤花さん。もうおじいちゃんに近づいていってる、芸人が一人いるんですけど。おじいちゃんですよ。赤花さん。いや、年齢的にはまだ。あ、そうなんだけど、もう体おじいちゃんですよ。体完全におじいちゃんなんですけどね。はい。その赤バラさんがいるんですけど。赤バラさんだって、なんかライブの時に、PA 室が寒すぎて、学会で寝込んでた時あるんだよ。この前だろ?出口の時だろ?落ちやすいと。赤バラさんって。誰も借りない、元市の上着借りてたもんな。もう寒すぎて無理と。そう、PA 室ってね、この機材がいっぱいあるからエアコンかけるんですよ。どんなホールでも、冬だろうが。機材がどうしても熱持っちゃうから、エアコンかけるの。で、俺もわかる、寒いの、PA って。だから、俺も結構ああいう、なんかホールの P 行くときは、1枚ぐらい羽織るの持って行ったりするぐらい。でもその赤羽さん来てましたよ、ちゃんと。来た上で寒いと。来た上で寒いってさ。もうダメだと。免疫がないと思う。もうダメですよ。その赤羽さんの、その中地が結婚、生まれました。生まれましたっていうね。生まれましたっていう返し。報告に対してのこの返しが、秀逸でしたね。先越されたって言ってました。まず結婚してんばよと思って。あ、赤バナーさんはまだレース馬なんだと。まだレースには参加してたんだと。もう引退馬じゃないんだと。俺たちは引退してる。俺ら勝手に種馬だと思ってた。種馬だと思ってた。まだレース馬なんだと。まだ競争に参加してたんだと。あなたはまだ戦う意志があるんだと。競馬に出てるんだと。俺たちとかがさ、言うならまだわかるのよ。ぶっちゃけね。2、3歳しか変わらないから。俺なんか1個下だから。でしょ?俺も中ちゃん5ぐらい。30ぐらい上だよ。まだ、まだ。いや、下手したら孫のレベルだわけ。そうだよ。中ちゃん息子のレベルだわけ。赤花さんはまだ先越されたって言ってるんで、まだ、競争場です。まだ競争場です。まだ競争場ですよ。まだ走るつもりです、あの人。あの人の漫談のつかみ、誰か結婚しませんからな。最高ですよね。あれ面白かったですね。面白かったですね。中地も。はい。人の親ですよ。変わっていくんすかね。でもなんか一応、変わってはいますよね。中地?まあ一応なんか、極力一応やっぱ、我慢してるよね。酒とかタバコとか一応。うん。タバコは分からんけど。酒はもう飲まないように。相当我慢してるよね、中地ね。そう。で、どうなるんかな。ね。だね。だから、出産祝いは量かなと思ってるんですけど。あ、そうね。何がいいんだろうね。何がいいんかなと思ってて。ね。何がいいんでしょう。逆にここで決めますか。
ベビーカーとか出したいんですよ。ああ、でもこれはさ、多分その、あとか、まあ、とか、希望はベビーカーなんですけど。あと、いや、あの、奥さんの使い勝手を多分そう選ばしたい。おむつとかも、その子に合わせたおむつ買わんといけんから。なんかね、でも俺聞いた話ね、ね、うん、あの、ちょっとね、大きくなったサイズ。ああ、なるほどね。成長早いから。早いから。あの、結構この時期もらうんだって。でももうすぐ使わなくなるんだって。うんうんうん、余ると。だからちょっと大きくなった時用のぐらいのサイズを、買ってあげると結構便利ですよって話は聞いたんですけど。どうしよっかな。おむつケーキとかだからそういうのも、あれですけど。うわー、トリスハイボールかな。中地しか喜ばんさ。出産祝いっつって。中地しか喜ばん。震えるはずよ、中地。中地？まあ、だおむつね、だからわかんないですよ。だから。何がいいんだろうね。だその、初めて、うん、本当年の近い若手からのことなんで。そうね。秋典さんのはちょっともう、秋典さんと俺5個離れてるんで。うん。でも、そんなになんか近い感はないんで、なんかしかも、まあまあ後輩だから 5個下って。うん。なんか下からもらうのもね、なんか、そこまでなんかやりづらいなってのもあって。うん。別に、だからそれはそんなに大体なんか先輩とかが。やるイメージだから。うん、そうね。ってなると、だから中地かデコボコかっていうことで中地が、最初にゴールをしたので。うん、はい。だ初めてなんですよ。何かな？何がいいんだろう。何がいいんすか、ね、何します？皆さん決めましょう。じゃあちょっと。決めよう。二人で出すか。二人出すか。オードブルからにしようか。花？ああ、花いいっすね。あの、ライブとか回転祝いみたいな花？オードブルより。より、うん、ご出産おめでとうございます。めちゃくちゃ。絶対嫁。絶対嫁怒るよ。中地の嫁。ぶち切れるぜ。ちゃんと言うぞ、あいつ。うん。あ、ちゃんと言うぞ、先輩にも。いい全然二度と来るな。二度と来るな。ちゃんと怒るからよ。怒られるな。怒られますね、これね。何がいいんだろうね。何がいいんかな。中地が聞いてるんだったら中地に聞きたいですよね。中地でもほら、裏かぶりしてるから、この時間。なんかな、まあ。もし聞いてたら LINE ください。嫁ちゃんに聞くのが一番じゃない？そうだね。LINE 持ってるでしょ。持ってる。聞こうかな。聞いた方がいいんじゃないか。でも遠慮して言わないし。あー、よさよくないですね。うん。だ、もう中地の子は、僕は決めてるんですよ。うん、中地の子とタイガ兄さんの子と、うん、お前の子供は。俺の子供合わさないってことだから。俺がもうめちゃくちゃ甘やかせて決めてる、うん。じゃ、俺は本当合わさないって。まずうまさお前。うまいってないだろ。じゃ、俺がうまくじゃないし。まあね、まず、うん、作るよってないでしょ。ない。子供今の、うん。ない。どっかから引き取ってくるかの力だ中地の子は、もうめちゃくちゃ甘やかす予定なんで。うん。もうだから。俺、中地の子と公園で一緒に遊びに行くよって言ってお父さんと錯覚させたら勝ちだよね。最低わかる。中地がどんぐらいちゃんとやるかわかんないけど。うん、俺らも死ぬ甘やかすよ。死ぬほど甘やかす。死ぬほど甘やかす。死ぬほど甘やかす。弟よりもこの人たちが好きですから。うん、いやいや中地それ言ったら、助かりまーすって言う。助かりまーすって怒れ怒れ。待ってるから。今のところだって習得まれてるんだよ。ああね。うん。月水金がタイガさんが面倒見て、俺が川水、あの、俺が川木どうで見て、日曜日だけ、あの、お父さんが見れるってなってるから。複雑な家庭みたいな。ね、勝手に組んだけど複雑なんだろうね、うん、家庭が中木どうだから俺も木曜だからギリギリになるわラジオこっちからギリギリまで中地のと見てちゃんとクリスマスとか、うん、誕生日とかは、うん、やっぱなんかプレゼントみたいなあげようかあげようかこれ4歳ぐらいになってからがいいよねそうだね物心ついて どんながいいんですかねこれってねあのお父さんとして錯覚させるためには無理だよ一緒に住まんとまあせめてものは、うん、あの好かれたいではあるんですようん。中地の子に。うん。お父さんより、この人がいいになりたいんで。元しお兄ちゃんはいつ来るのにしたいんで。ああ、なるほどね。で、やっぱね、あれは人間じゃないんだよ、都市伝説。都市伝説。あれは、ちっちゃい時見えてたかもしれないけど、今あれも見えないんだよあれもいないよって。都市伝説としてあったから。都市伝説として多分やられるから。あ、もうそれでもいい。お母さんっつって、なんか元しさんっていうおじちゃんいなかった、うんあんなのはいないよ。テレビで見たやつじゃん。YouTube。じゃあ2歳までかな。2歳。記憶が。3歳ぐらいは記憶が消してるんじゃない？いや、もうちょいいけよ。もうちょいいける？4歳ぐらいまではギリギリいけると思うよ。うん、でもさ、うん。記憶に残っててもそれを周りが隠蔽すればいいからな。そんなものはいなかったと。でもさ、もうち、一番最古の記憶って何なのってなるわけですよ。うん。僕、うん、本当にもう、5歳かな、うん、?5 歳ぐらいの時、幼稚園、うん、幼稚、保育園幼稚園かなの時、うん。で、お茶会っていうなんか、3月になんか、毎年やってるイベントがあって、うん。
で、あの、お茶を、ほんと、特み、あのね、あの、回して、ちゃんとしたお茶がある。立てる。立てるお茶。をなんか体験するみたいなイベントを毎年 うちのね、あの、フルゲン南幼稚園ではやってたんですけど。あ、そうなんだ。ひざまずきで、うん、ずっといるわけで、うん、一応ね、うん。初めてのひざまずきの記憶があるんですよ、あれ。ああ、はいはいはい。立てなくなったっていう。足が痺れた。もう痺れたっていうのも通り越し、感覚なくなって。はい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 。もう初めて立てないっていうのがもう最古の記憶。だから 5歳か6歳かな。何歳かなこれ。ベビーベッド。いや、何歳だ、まあ、人によるよな、これな。うん、人による。うん、だたまに言うもんな、でもだからそのちっちゃい時の記憶でさ。中地の子に、どこまでバレずに、サンタさん的なポジションとして、いられるのかなっていう。サンタさんはしたいよな。サンタさんしたいね。みんなで。みんなでやる。みんなで。サンタさん5、6人以下行くっていう。どう?2歳ぐらいだって。2歳ぐらいで。サンタ、でも、サンタさんを、でも認識するのが、前ほら、この前、たまたまその中地もつながりで、玉吉さんと飲ませてもらったじゃないですか。ああ、オリオンリーグ。ああ、言ってたね。3歳ぐらいまでは、まだこう、サンタさんをちゃんと認識してない。言ってたね、玉吉さんも。お子さんの話聞いてたんですけど。じゃあ3歳ぐらいだね。うん。で、大体、小、まあ、人によるけど、うん、小学校2年生ぐらいまでは、信じるはずだから。うん、家庭、これは、これは家庭によるよ。でも、5、6歳。サンタさんが来ない家庭も、たまにあるから、どうしよう、うんうん。サンタさんが、家族みんなに来る家庭もあるしな。とかね。うん、急に気づく時もありゃ、っていう、ね。でも、小学校、やっぱ幼稚園から、小学校1年生ぐらいまでは、まあ、大丈夫、ね。めちゃくちゃ大丈夫。その時に、一回、俺ん家にはサンタさんが5人来たっていう思いだよ。絶対自慢するよ。学校で。学校でな。うん、俺ん家サンタさん来たって言って。うん、来たって。嘘っていう。うん。どっちかね。ヒーローになるか、本当に。嘘つき。嘘つきになるか。賭けだよね。俺ん家5人来た。嘘つき扱いか、うん、めっちゃすげえ、どっちかよね。うん、子供の時はもう、両極端ですね。両極端だな。何は両極端だ。これはでも学校で言うなよっていう。それは、釘刺してな、うん。サンタさんが来たことは言っていいよ。言うよ、でも。でも、5人来たことは言っちゃダメだよ。行ったら、うん、今持ってきたプレゼントは全部没収するからね、うん、っていうあれでもいいですけどね。だからあれですよね。うん、だから僕は未だに、うん、もう今他の芸人はもう見なくなりましたけど、うん、特撮をまだやっぱ見続けてるんで、はい、もうこいつとかもね昔は仮面ライダー大好き芸人みたいな扱いで動いてましたけど、うんうん、もう見てないでしょもうなんか。令和の見れてないな。もう大人になっちゃったでしょもう。大人まあ別に今でも見ることは見れるんですけど。僕はもう毎週ちゃんと2つ見てるんですよ仮面ライダーと。うんうん特撮を、うん、スーパー戦隊をね、うん。だから、やっぱ、ちっちゃい子が、うん、ベルトとかね、うん、つけてくるときあるじゃん、ライブに。ある。あのときに、うん、最初やっぱ、何のライブ、何のあれだなぐらいわかるよ、俺もでも。でもやっぱ、ちょっとやっぱ怖がられるんですよ、僕って。ああ、そうだね。だってね、怪物が来たと、うん。大きい怪物が。ベルトをつけなきゃと。変身しなきゃ。変身しなきゃって、ね。こいつを倒さなきゃと。うん、で、俺がそれを見て、うん、あ、これって何々の何々の、もう情報量がすごい。僕は、舐めんなよと、うん。大人の知識をと、うん。バーって言ったら。まあ、子供にマウント取んなよ、お前。違くて、普通に喜ばしたくて。仲間だよと。な、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 ショーで、これ、こうで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 、ショーで全部言ったら、パ、うん、ーって言うから。わかるわかるわかる。でも、これで今俺は繋いでるんですよ。わ、うん、かる。ちっちゃい男の子。これはやっぱ俺、子供とし、対する時の強さだなっていう。まあな。やっぱ、確かにな。だから、秋典さんの、なんか、うん、歳の離れた弟がいるさ。うん。が、なんかその、もう5、6年前ですけど、ジオウの時の、ライド・ヘイ・セイバーって、はいはいはい、ヘイ・セイ・ヘイ・セイってずっとなる、アホみたいな。アホみたいな武器があるんですけど、あ、ね、あれを欲しい。うんうん。だから、もう分からんと、秋野さんも、うん。もう。で、なるとやっぱちょっと、難しいんですよね、ここって。はいはい。やっぱ知っとくのも大事だなっていう。うん、うん、うんうん。武器、一つの武器。まあまあまあ。で、やっぱ情報として出せる方が強いなと思ってるんで、なんか今度中地の子供とかにも、ちゃんと見続けるから、うん、俺は。今これのハマってこれだろう、みたいな。一緒に話もできるわけですか。そうですよ。これ便利ですよ。これ。特撮の話したくなったら、うん、でももう、中地がでもあんま見ないからな。中地がね、終わってるんですよ。ここに関しては。終わってることはない。もう、なんか王道をすべて通らんかったくせに、うん、自分新しく見せた王道を正義としてかかり始めるから、あいつ。ストレンジャーシングスの話、ね。ああ、うん。ずっと言ってたな。ずっと、あ、もう、ね、あれ、物が物だ、殴ってやろうかなと思ったけど、いいし、いいんだけど。ハリーポッターは、あんなっていうくせに、お前のそのストレッチャーシングソーシャーなんだわと。見てないやつ、くせ見てないやつ。いいんだけどね。いいですけど。みんな見てないですか今のスーパー戦隊。キングオージャー王様戦隊、キングオージャー。あと、
あと2話で終わるんですけど。あと2話、ね、来週アベンジャーズみたいな。うん、わかんないっす。もう、凄まじい。うん。だから本当今のってすごいよね。本当まあ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 。なんかで、なんか見る機会があれば見てほしいんですけど。うん。本当にすごいんですよ。もうフル CG やないかいっていう、その、でも今回のは、デザインも多かったし、話も面白かったね、ある程度ね。最初の辺見てたんだけど。いや、もう、何も外れの回がないんですよ、まず。言ってましたね。ちゃんと全部面白くて、うん、歌もかっこよくて、ビジュアルもよくて、うん、で、演技もみんな素晴らしいんですよ。うん、類を見ない。うん。だから、これって、もう、これ、もう、特撮の仮面ライダーなり、うん、スーパー戦隊の、うん条件として、やっちゃいけないことなんですよ、これって。いいし、って。これ絶対ダメなんですよ。いいし。これ決まってて、法則が。決まってない。面白いやつは、ビジュアルダサいとか。うわ、何これっていうやつが面白かったりするんですよ。で、うわ、ビジュアル今回最高だなっていう時は、話、おいおいおいってなる時が、めっちゃあるわけよ。多いね。それは、これが、やっぱ、あるわけで。いいとこ取りしちゃったんですよ、今回。全部の。次大変ですよ、だから。次大変ですよ。ハードル上がったぞ爆上げ戦隊ブンブンじゃ大変ですよ、次。ハードル爆上げ戦隊ってことあれ。ハードル爆上げ戦隊ブンブンじゃ大変ですよ、ハードル爆上げてるんだ。お前顔、あれだよ、タイヤだって。表面だよ、これ。ホイールな。横から見たタイヤだったよ、ホイールが。ホイール、そうなんですよ。ブンブンじゃね。ブンブンじゃ。ブンブン。そろそろヒカキンだから。いや、本当に、面白いですね。ガッチャーとも面白いですし、だから、特撮もね、子供と話すときに。大事だなって思ったじゃん。確かにな。いいじゃないですか。コメント久しぶりにいただいております。はい、響き戦士、ティンクルちゃん、カープボーイさん、ミカクゼロスさん、マリエさん、ピンス、あ、来やがったな。ミスケさん、ヒフミさん、ナオスさん、こんなもんかな。よっしゃ。はい。メンバー、ま、メール大丈夫ですか？メールある？ありよー。はい。メール。あ、わ、3週間ぶりの。見れますよ。チャンナナだ。チャンナナ来ましたよ。3週間ぶりのチャンナナですよ、皆さん。読みましょうね。うん、オードルって、オードブルのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ワンピース&スヌーピーナッツ。お久しぶりです。原点回帰ですね。メガネの色変えた、ナナです。知らない。何色かは秘密。今月の FEC お笑い劇場行こう。デコボコトラベリングさんと写真撮れるか不安。オードブルのお二人とは先月撮ったからそんなに不安はないけど、どちどち、過去、ドキドキ、チュルン。ということで、メールの書き方忘れたので終わります。2週間ぶりだから。3週間ぶりだからな。作家さんもお休み入ってるからもう。ちゃんとお前一緒に、作家さんと一緒に、作家さんじゃないっすだから。ライブにいるのはお父さんって一緒にいるの。このくだり毎週やるん。なあ。ちゃんと。このくだり毎週やるん。三週間ぶりだからいいけど、毎週やるん、これ。ちゃんと一緒に来るんだよ。作家さんと。お父さんとちゃんと。お父さんだ。来たらいいよって。お父さんなわけよ。スーって行っちゃうから、二人。この前止めたけど。俺なんかかな。ちょっつって。写真撮るよ、つって。止めたけど。お父さんだから、作家さんじゃないから。作家さんだとしたら、俺なんかいろいろもうもらうだとしたら、なんか、もらっていいっすかって言うわ。大変するでしょ。ネタ見たら。ごめんよ。怒られたら本当にすいませんでしたって。ティンクルちゃんから作家、このくだり飽きたって。そうか。じゃあ、なんか別のにしますか。マネージャーさんとか。テコ入れしましょう。テコ入れしましょう。テコ入れしようね。でも、システムは変えないんで。テコ入れしたけど。テコ入れしましょう。ですね、まあ、この2週間、3週間、空きがあったので、報告してないですけど。そうですね。4月の6日に、第2回オードブル単独ライブ、全力ということで、はい、やります。単独ライブが決定しました。はい、お願いします。まあ、単独3回目なんですよ、正確は。まあ、正確に言うとね。でもまあまあ。僕らが読んでる単独ライブっていうのは、2回目です。2回目です。ちょっとややこしいですけど。はい。僕らが言ってる単独ライブというのは。だからコントもやる単独。単独ライブね、あれは。うん、あれ漫才強化ライブだから。漫才強化やさで。うん、漫才しかやらないっていう、俺なんかが漫才をただたくさんやるだけのライブね。あれはもう。今回が単独ライブ。単独ライブ。全力っていう。全力。やっぱりもう、生粋の演出テイナーなんで僕は。演出テイナー？エンターテイナーと演出が混ざったら、演出テイナーなんですけど。演出テイナースイフト。語彙力どうなってんだよ！生粋のですよ。なので、
いや、今のところ今、自己演出が全然できてないですけど。まあ、前回もね、はい、第2回は、漫才の単独はもう漫才しかやってないんで、もう本当漫才をやるっていうライブだったんで、別にそんな演出もクソもないわ。もないんですけど、概要だけ固めたんで、はい、第1回はね、結構、いろんなこと散りばめってはいて、やりましたよ。今回もいろいろ散りばめようかなと思って。最終的に我々フェスにする予定ですもんね、我々。そうそうそう。第1回が踊るフェスっていう名前でやりましたけど、やりましたけど、その、我々これを、まあ、毎年今4月にやってるわけじゃないですか。4月にやっていって、最終的には、だから特攻も組んで、照明も入れて、野外フェスにする予定。とりあえず、第1回目よりは、ちょっとやっぱいろいろとレベルが上がりますもん。はい。もう、オープニングから違うよって話ですから。ああ。キャンさんに後で相談しないといけないですけど、僕は。ああ、はい。いろいろ、いろいろちょっとまた、ご相談があるんですけど。はいはい、とか、もう別に言っていいか。グッズを。なんかしらちょっとね。作りたいと思います。思います。初挑戦ですね。そうですね。本当に。ちょっと本当に、グッズ作るとは言いますけど、俺らが普通に作ると思うなよっていう話で、もう、賭けのグッズ、賭けですもん、あれ、もう。あのグッズは。だから、グッズといえばグッズだし。グッズといえばグッズですよ。うん、人によってはゴミ。賭けですもん。賭け。でもちゃんと作るよ。でもちゃんと作るけど、賭けです、あれは。うん、人によってはほんとゴミ。大量の在庫が残る可能性もあると。ある。その後どうやって消費するか。うん、でも返さないよって話なんで。皆さんぜひ、財布の中に。金は受け付けないんでね。財布にパンパンにね、お金を入れて。お願いします。どんな集団だよ。まあまあまあ。失礼しました。本当に失礼しました。いいですけど。頑張って止めようと思ったんですけど。はい、なんで、うん、グッズもあるし、まあなんか、前みたいにね、なんか食べ物とか。食べ物かも。まあまあ、飲み物ぐらいかな。飲み物かな。何個ぐらいですかね。まあまあまあ。プラス、なんか企画もあるし、うん。まあ、いつもの夫人で。はい。とりあえず、僕がやるときの、はい。オードブルの演出としては、うん、とりあえずカッコつける、うん、全力でカッコつける元さんがねオードブルとして僕これがショーに合わないんですよねあれショーに合ってないのお前僕カッコつけたくない人ですもんでも、はい、僕らはカッコつけるが一番ですよまあ元さんはね俺がカッコつけてるのに対してそういう目で見るのがちょうどいいかも、ねうんうんうん、そうそうだからそう元さんがねだから今回もカッコつけるなよ、うん、オープニングからカッコつけようかなと思ってて、はいちょっとキャンさんにもお願いしないといけないけど、いろいろと。ああ、ちょっといろいろとお願い事があるので。はいはい、ちょっとね。で、まぁ、あ、今回も、ぜひライブ、寝た間の曲とかね、うん、そんなのもどういう意味があるのかなみたいな、うん、考えしてもらっているとか、なんで全力っていう名前にしてるのかっていうのもね、うん、もう気づくはずですか。はい。気づかんか、あれは。今日の話の流れを見ていて、すごくすごく勘のいい人だけは気づいた。鬼ほど勘のいい人だけは、うん、あ、なんで全力、もちろん全力でやるっていうのも、かけた上で、はい、裏テーマがあるので、元さんの中で、ね。僕の中で、ねはい、なぜ全力なのかっていうのを、今日ちゃんと一つの答えを言って、さらっと言ってるんで。うん、まあ。そう、気づき、勘のいい人はね、気づくでしょうね。まあ。気づいたとてなんですけど逆に感すると気持ち悪いけどね、それも。だし、まあ、気づいたとてではあるんです。別に、それが何かあるわけでもないんで、別にね、はい、対して、はい。全力。はい。まあ、やりますので。はい。多分ですよ。うん。マジな話で言うと、うん、傾向で言うと、うん。チケット一応用意するので、劇場の日から。はい。多分、まあ、予約も今ちらほら受けてますけど、うん。3月頭にはマジで。3月頭半ばぐらいにはもう多分ソールドアウトまたでやるんでしょう。ありがたいことに。ありがたいことに。まあ、そんなにキンピラとかみたいに箱が大きいわけではないので、正直マジ1ヶ月で、うん。ありがたいことに埋まるんで。毎回、だから我々は、毎回ソールドアウトを出すのも、まあ、ソールドアウトはもう絶対条件で出したいので。これは絶対。うん。だ今回ちょっと早く動いてるんで、はい、早めに埋まるかもしれないので、なんでもし。希望者がいたら、はい、お声掛けください。はい。ウフジシは来い。あ、強制で。2ヶ月先だ。開けれるはずだ。開けれるはずだ。ウフジシ来いよと。わかんないっすね。どうしても開けれない可能性もあります、ね。俺の、うん、俺が出る単独ライブで、開けれない用事があるんですか、うん、って漫才ライブの時も開けれなかった。どうしても開けれない用事が出ましたでしょ、うん、ありますかそれは全然。ウフジシは来ると思う。まあ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 。まあ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 。響先生、私は行くべきかって。
まあ、来るべきだろうな。まあ、来たくないんだったら。来たくないんだったら、それ無理強いはしないですけど。元氏いるしな。まあな、確かに元氏いるしな。来たくないんだったらしょうがねえ、うん。じゃあ俺もボイコットしていい？あ、スタッフが。スタッフからの信頼がなかったな。演者のスタッフからの信頼の問題があったな。これさ、うん、別に信頼も大事だけど、うん、あんだけね、うん、ちゃんとお願いして、うん、ちゃんと額払った上でも信頼されてないって悲しいっすね。それは、人間性の問題だ。お金は、ちゃんと、いや、お金払ってるよ。ちゃんと、うん、ちゃんとお願いして、ちゃんとお願いしたって、こんな感じで喋らんよ俺、うん、ではもちろん。うんうん、ちゃんとお願いしたって、うん、ちゃんと包んで、うんうん、ありがとうございましたってギャラも払った上で、信用がないから、シンプルに嫌われてる。よちゃんと、ちゃんとしてるよな。一応な。ちゃんとしてるつもりなんだけど。いや、わからん。俺たちのちゃんとしてないから。そうか。わからん。あの額では、もう額とかじゃない。額とかじゃないと思う。でも額ではないんだけど、まあ額も一番重要じゃないですか。うん、まあ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 。ちゃんとね、ちゃんと、その、成果として僕はお支払いしたいので。で、ちゃんと満足いく額を払い、うん、ちゃんと。満足いってるかもしれないよ、それ。ああ、まあまあ、そうですね。まあ、でも満足いかない。我々が払える限界値は出してる。出してますよ、もう、チャンさんには。チャンさんには一番出してますから。うん、で、ちゃんとお願いした上で、ボイコットされるって。うん、悲しいっすね。うん。だからもうその時は、うん、泣いてください。はい。はい。あ、あと2分ぐらいですか？はい。2分ぐらいですか？なんかお金話した話あったんだけど、なんとか、なんかそれとかでいいや。あったかな、まあ、あ、皆さん、猫ミーム見てます？お前は多分見てないよ。お前も本当にもう、この世の、ブームというブームに乗れない男だから。猫ミム知らんでしょ？猫ミムわかる？なんか、名前は聞いた。ああ、YouTuber？ これ後で教えます。もう、猫ミムってのがもう今の、うん、もう、SNS 会話をすべて牛耳ってます。だ SNS が嫌いだからな、俺。もう、旧 Twitter、X でもそうだし、うん、YouTube ショートとかでも、うん、もう猫ミムがもう大量発生してるもん。うん、すごい。あれ、ああ、猫が踊ってるやつ？あ、そうそうそう。ああ、猫ミームって言うけど、ネットミームって昔からある言葉として。の猫、あれをね、うん、あれすごいっすね。はいはいはい。すごいブーム来ましたね。猫がエッチブリンブリン踊ってるわ。まあ、ああ、猫すごいっすね、あれね。ああ、そうっす。猫ミームすごいっすよ、今。知らない人見てください。もう毎日見てる猫、いろんな猫ミーム。俺も待ってくる。面白い。面白いんだ。基本的になんか失敗談とか、はい、ひどかった話とか、風俗場の一日みたいな。うん、あんなのの猫ミーム。なんか、発狂するようなのを猫でやるっていう。あ、はいはい、素材があるんですよ、猫の。うん、わかりますよ。だと思いますけど。を使うみたいなね。うん、はいはいはい。今の流行り、完全に今の流行り、猫ミーム。猫は金になるって。うん。らしいです、ね。あ、でもそうみたいですね。猫ミームと、人間がやるアキネーター。ああ、よく見る。人間がやるアキネーター。よく見るわ、あれ。パチンコだけのアキネーターとかね。パチンコ特化型アキネーター。俺、タバコのアキネーターとか。人間がやるバージョンのアキネーター。人間バージョンのアキネーターね。もうそうそうですか。はい、あと何秒ぐらい？あと1分ぐらい。あと1分ぐらい。はい、50秒ですね。ね、あれ面白い。人間型アキネーターめっちゃ面白いですよ。アキネーターってね、いろんな質問して、うん、あなたが思い浮かべてるのはこれですよね、みたいな当てるゲームとかアプリがあるんですけど、あったね、の人間がやるバージョンで、うん、なんか特化型するみたいな。うん、あったな。タバコ型アキネーターとか、とかこの銘柄は何々とか、うんうん、なんか、とか、グミ特化型とか、うん、だから、元さんだったら仮面ライダーでやるとか。特化型とか。ありましたよ。できるんじゃないですか。麻雀の役特化型もあったんですけど、うん、それはむずいだろうっていう感じでしたね。まあな。あと、絞り込みが相当難しいからな。はい。また来週、はい。っていう感じですね。はい。また来週も廃墟から。やります。しますので日曜日はお笑い劇場ありますよ。よかったら遊びに来てください。バイバーイ。いや、ツイキャスがまだちょっと残ってますか？ 4 分ぐらいかな。いやー、疲れましたね。久しぶりになんかラジオやったあれでしたね。なんだかんだ楽しいですね。疲れましたね、なんだかんだ。でも楽しいですね、久しぶりにラジオ喋るのはね。
なんだかんだ言って。そうでもないですか？はい。そうでもないですか？久しぶりに。あ、もうラジオ終わったんで、もう、はい、オフにしました。いや、本当にだるくて。めっちゃだるくて。プロ、プロですから。放送中は。放送中はオンにして。まだ回ってるんですよ、一応。まだ。ここが終わってオフにするんですよ。セミプロさんなんてだから、ね。社長出勤してくるしよ。さあちょっといろいろすいませんでした。放送開始30秒前にトイレ入るしよ。もう我慢できなくて。でも漏らしたら大変だから。漏らしたら大変だから。漏らしたら大変だから。今日漏らした人で。漏らしたら大変だから。そうセミプロなんだ。じゃあなんだろう、立ちんぼってこと。終わった、言葉終わったの？お前。セミプロって言うわ。セミプロまでいいよ、うん。その具体例を出すなよ。セミプロって言うか。セミプロ。プロは風俗嬢でしょ？あの、だから、プロをセミプロも、その、風俗嬢でしか考えきれん、その、脳の回路が終わってるから。この。あ、まだ放送やってんの？まだ残ってるよ。だから、まあ、あと3、2分、3分ぐらい。素人か！絶対トムさんに言わんでよ、これ。聞いとってから送るよ。俺、これで元し最近頑張ってるな、ともじさんに言われたら、まかれよって俺言うかもしれない。ともじさん、社長とは言う、年上とは言う、もう、まかれよって普通に言うかもしれない。もう、オフなんで、もう使いました。早すぎ。まだ回ってますか、一応。いや、もう、許してくれ。だったら止めてください。止めて。はあ、そういうボケさ。そういうことか。違う。分かっててやってるぞ。違う。あれも言うの。いや、このくだりもだから声の大きさ的に聞こえてるかどうかもわからないレベルでやるなって話なんですよ。そのボケさっていうのももうちょっと張っていただかないと、どこで今日音拾ってるかわからんから。このマイクで。あ、シンプルに。じゃあ入ってんじゃないか。あ、これで拾ってるんですか。うん、あ、これで拾ってるんだ。そうそうそう。あ、そうなんだ。まあちょっとマジで、うん、いつ治るのこれ。いや、今月いっぱいですよね、だから。予定はね。うん、どうなんの。綺麗になります。あ、綺麗になるだけ。配置とか動くわけじゃない。配置は変わる。まあ、ちょっとは変わるって言ってましたよ。で、照明も変わる。ああ、いいっすね。だから。もっと、だからもともとでも F 向きなおしゃれな方じゃないですか。サバで会場に来たのかな。俺、びっくりした。俺今日放送で。暗さも相まって、あら、これもう心霊スポーツだ。よく見るやつだと思って。まだまだましだぞ。月曜日ライトもかな。すごい。港が入れたとき？ああ。すごいっす。か。何もかも準備する。まあ。まあまあ、その状況ですからね。でももう、綺麗になった。僕らはいいですけど、全然。うん、どんなでも。今月いっぱい多分、だからここでしょ。うん。ここで。こっちで。ここでやるかダメですか。廃墟で。廃墟放送いける行け。いけんキャッツ。見られたくない。見られたくないんだって。もう、でももうこれダメだもん。だってこれ締めるよ。だって。この感じがダメなんだって。もう。面白そうだな。面白いっしょ。いけん。いや、機材が大変だと思う。いつもみたいにそう。いけるなら、いけるなら。いけるならでいいっす。いけないんだったら無理しなくて全然。ひふみさん休んでって。そうだよ。ほら、前からのそう移動ができない。まあ、じゃあひふみさんに LINE とか DM 送ってください。休んで。休んでください。クソみたいなやつだから。俺たちより2時間多く、1時間多くやってるって。スポンサーもいっぱいあって。ゼロ、ここ。ゼロよ。あっち何、10個ぐらいあるわけでしょ、はい。